さあそれでは続きをやっていこうと思います。今回ねスピードメーター関係の、ね、仕上げをやっていこうかなと思うんですが、やっていこう。まあね、やり方的には別にいつもと同じなのでそんな大した説明はしないんですけど、やっぱりスケールが大きいんでちゃんとねメーターのカバーもついてるような感じですね。なんとこれは接着しませんになってるな。でさ、もうどうでもいい話なんですけど、暑いよ。いや天気がいい日、まあね天気いいといいんだけどさ、もう夏になるとやっぱりこの時期か、 まだ夏はちょっと微妙かな、この時期になるとさもう暑いでさ、仕事から帰ってきても汗だくなわけですよ。だからちょっとね、鍋さんの対処法としてはですね、まずクールダウンしないといけないとか思って、でもうすごい低い温度の、すごいっていうほど言い過ぎだな、まあ比較的低い温度のシャワーを浴びるわけですよ。体洗って、もういつものお風呂入る感覚ぐらいの、まあ湯船には使ってないけど、あの体温をね下げなきゃと思って、熱中症になっちゃうよとか思ってさ、汗がねビトビトだしね、気持ち悪いからさ、で水分もねもちろんたくさん取るんですけど、もう今日今回ちょっとねやべえこと、悪循環を起こしちゃったよ。あのね、皆さんのね家庭みたいにねちょっと高級なお風呂ではないので、あのこのさ何クッてやるやつ、クッてクッてやって、あの数字がこうね何度って、だから何度か分かんないんだけど、まあまあこうね浴びた時にちょっと冷たいなって思うぐらいの温度にして、それをねバーッと浴びて、それでまあいつものねシャワー浴びる感覚で入ってるんですけど、でそうしたらさ冷えすぎたのかなやらかして咳が出始めちゃって楽にはなった、その暑いという感覚の楽さは出たけど、あの良くなったんだけど、今度はねちょっとシャワー低すぎたかな温度で、水分もめちゃめちゃ取ってるじゃない、お腹壊してさアホだなと思った、なんか極端なんだわとか思いながらねえやらかしてよ。皆さんもそういうの気をつけないとね。いやでもね、もうちゃんとしっかり冷やせって言うじゃない、やっぱり熱中症はね。まあちょっとねもう このままいったら熱中症になるなって思ったんだよ、やばいって思ったから、そういうね対処に出たわけですよ。ただそれがねやらかしたわけ。あ、うん、びっくりした、取れた、まあいいや、つけりゃいい。もうねやらかしたね。あ、もうなんか極端にそういうことしちゃったら、今度そうしたら体がだるくなってきてさ、風邪ひいたのかなとか思いながら、まあだけどそんなんで一気に風邪ひくようなことはないから、まあなぜさ、あの動画では結構、まあもちろんねその後に撮影とかもしてるから頑張って、あの咳を止めながら、こう咳出そうなんだけど咳を我慢しながら撮影とかしてたんだけど、今はそんなことないけどね、ちょっとねタイムラグがあるから、いつの何を撮った時の動画とは言えないけど、もう咳が出始めて、でまあ正直ね頭が少し痛かったから、ちょっとこれ塗りすぎかな。咳するとさ頭に来るのよ、ズーンとこう咳した瞬間っていうかね、だから結構きつかったよ。もう早く寝ようとか思ったけど、でもまあ撮影もしたいしなとか思いながら、まあ頑張って、まあ正直ね家のやることとかもあったりするから、一日サボるだけで結構ね溜まるもの溜まっちゃうし、ね、ニャンズたちもいるからやることはやらないといけないんで、動物飼われている方ね、本当、まあでも結婚されてお子さんね、いらっしゃる方もそうだと思うんですけど、いる以上休みってないじゃないですか、ね、そういう状況なんだよな。まあね、仕事はさ最悪休めばいいかなとかも思っちゃうけどさ、まあだけど
ねえ、休みたくないし仕事も。こんな感じかな。まあ体調崩すの良くないな。だからもう、まあなんだろう、多分そもそももう熱中症気味な感じになってたんだろうね。それでしんどかったからそれの対処をしたはいいけども、結構熱中症で体もだるくなってるところをさ、一気に冷やしたりなんらかんらやってたらそのまま体調崩したって感じだね。これ接着しないになってるけど大丈夫かな。ああ、でもちゃんとはまってるな。入ってる？いや入ってない。く、あ、入った。こっちも入ってんや。く、あれ入らない。これ入ってねえな。これは入るとね、入ったですぐ分かる。これ面取ってやらんと入らんわ。ちょっと多分バリがあるんだろうな。こう斜め方向にこんな感じで。いやでもまああれだね、ほんと気をつけんとかん。仕事上どうしてもこう半分外のような状態だからさ、屋根があるだけみたいな感覚的にね、実際そうじゃないけどね。だからもう結構本当にああいう、なんだろう、大工さんみたいな、そういうね、とび職の人とかも大変だと思うよ。飲食マジできついだろうな、こういうの。でね、やっぱりね、暑さがね異常だったのは分かったの。首にねタオル巻いて、で熱中症にならないようにと思って、そのタオルにさ保冷剤入れてたの。会社に冷蔵庫あるから、そこに冷凍庫の部分にさ保冷剤をさもう何個か入れてあるから、それが暖かくなってきたら交換するみたいな感じで対策は取ってるのよ。何もせずにそうなったわけじゃないから、まだ多分良かったと思うんだよね。いいよ。あれなんか浮いてくる。あれ浮いてくる。なんかかかりが悪いな。場所が悪いのかな。あ、場所が悪い感じ。ああ。接着しませんって、接着しないとくっつかないんですけど。こんな感じか。でもちょっと接着剤を流しておいた方が良さそうな感じだな。なんかちょっと具合悪いね。まあでも、でもこれ今みたいにピンって跳ねてきたりさ、どっか行っちゃったよ、なくなっちゃったみたいになったら、それが悲しいんだよな。まあよっぽどいいと思うけどな。でもどうしよっかな。ちょっと接着剤少し流しとこうか。外れてくるのが一番きついからな。接着剤流し込みはここら辺に置いてあったね。この下のところに流し込み、まだこのさ説明書の時にはさ流し込みなんて存在しなかった時の時代のやつだから、ちょっとだけね、ちょっとだけ上下入れてあげれば、これだけでもうしっかり固まるから、飛んでくるっていうことはなくなるはず。よし、 OK。 こんなもんだ。要は枠に入ってほしいっていうぐらいだから、にじみ出てくることはない。いいね、こういうやっぱりレンズがしっかりあるっていうのはいいね。いつもだとね他の方法でやったりはするんだけど、で今ついでに取れてしまったところ、ここですね。ここ要はさ、このキット自体がバリがあまりにもひどいからうまくくっつかないのよ。そのバリにくっついちゃってたから多分弱かったんだろうね。こういう場合は以前も少しやったんですけど、接着面を平らにしてあげることで綺麗につくようになるから、接着面を整えてあげよう。平らにしてね、接地面を増やしてあげるというか、バリがついてたりするとそのバリがね邪魔しちゃって、そこが接地面になっちゃうからピタッとくっつかないよみたいな感じですね。よし、OK。 ね、
綺麗にできた、ピタッと。でこれをつけてあげるんだが、外れたやつってそのままパッて見ちゃったからどうやってついてたかわかんない。ハンドルのパーツの部分、ハンドル本当はもうちょっと後で組み立てるんだけどね、これハンドルも組み立てていかなきゃ。こういう風になってるところの、こうだね。結構ね、皆さんに見てもらってないところでポロポロ事件が起きてるの。そういうポロポロ事件がめっちゃね、くっつきが悪くて、なぜか、何なのかな、よくわかんないんだけど、これね、個人的な感想なんですけど、海外のキットの方が日本の接着剤と相性がいいというか、流し込みと。やったらびっちりくっつくの、しかも早く。日本のね、接着剤はね、どうもプラ、日本のキットとちょっと相性が悪い気味な気がする。なんかくっつきがちょっと甘い感じがするんだよね。まあそれはね、ただ自分がね、そう思っただけの話でね、実際どうだかわかんないですけど。どうできた、メーター。かっこいいね、いいね。これはサムネだな。よし。で、そうしたら今度こっち側のパーツ、こっちね、外れちゃったんだよね。これも直してあげないといけないんだけど、その前に、それはバランスを見ながらやりたいので、実際にこいつにくっつけてやりましょう。もうこれで自立するようになったからいいわ。2本足で。あ、間違えた。これ今スタンドで、両方のスタンドのやつでこうやって合わせてあげる。重たい、結構ね、重たい、思ったより重たい。でこれをここのさ、パイプ、これ合体するとき、このフロントフォークとのさ、このね、本体と合体させるのもすごい苦労した。結構バリがひどくて、中がしっかりまっすぐが出てないから、ドリルで削ったりだとか、もう大変だったよ。ああ、この時点でもうなんか穴ピッチがあってね、入らんな。入るかな。あ、パキッつった。何、やめて。あ、入った。あ、割れた。そう、これね、ほんとね、タミヤかこれって思うようなレベルの出来なんで。あ、ほら取れた、これ取れたっていうね、出来なんだよね。これ全然合わねえんだよな。じゃ、こんなに組み立てが苦戦すると思わんかった。なんでとか思う。バリだらけで、特にこの中にこう入りますよっていうところとかでも、中にバリがめちゃめちゃ出てるから、これどうやって落とせっちゅうだみたいなさ。あと今見て穴ピッチが合ってないとかね。本当にタミヤって思ったもん。なんか時代だよね、今のね、作りやすいタミヤに慣れすぎてる。いわゆる鍋さんがそんなにうまくないということだね。タミヤが悪いわけじゃないで、まあこれが常識だったんだと思う。多分普通こういうもんだよと。ただお前の腕がないだけですっていう。見て、かっこいい、ついた、超かっこいい。まあこれは後でまあなんとかつけておきますけど、見て、すげえかっこいい、すげえかっこいいよ。ほら、あ、ついに両方取れた。大手術だわこれは、またという感じでございます。ちょっと今日はね、この辺で失礼させてもらおうかなと思いますが、なんとかメーターができましたので、今日のサムネはこんな感じにしたいと思います。ということで今日はこの辺で、ではまた。